これはひどい。メダカ水槽水入れ13日目、苔に侵されました。ガラス面もきれいに苔が。どうもサボリです。水入れ13日目なんですけど、かなりの苔に侵されてしまいました。まだ一度も水替えはしていません。それが原因かもしれない。今日は立ち上げ13日目の水質検査と苔対策のエビ導入。まずはガラス面ですね。撮影のためにきれいにします。これがこれだけ汚れてます。あ、ゴミも舞ってきた。生態はね、スネールかなり繁殖してます。これだけ、まず葉っぱについた苔から少し見てみます。撮影のためエアレーション。よし、これうるさいやつなんですよね。葉っぱの上にかなり広がってます。ここら辺も、これはおそらく汚れはスネールたちによるもの。かなりね、だいぶ育ったんですよね。こっちのガラス面にたくさんいます。だいぶ大きくなりました。今の作業で少し形が変わったんですけど、これもひどい。下のモスドームにも苔と汚れが溜まってます。こっち、こっちのエリアにも、あー、砂もね、苔に侵されてました。ということで水質チェック。アンモニア多分大丈夫なレベル。亜硝酸ほぼクリア。ということで海を導入します。エビは大和沼エビ4匹と南沼エビ4匹ぐらい。これで あとスネールも侵入してしまいました。
水温約 24.5 度、導入します。導入します。ちょっとこれ、あ、跳ねる。はい、いった。これちょっと見切れてますか。さらに一網打尽、エビは跳ねるなよ。はい、ひっついてる。ひっついてる、ひっついてる。よし、あと一匹、小さいの一匹。はい、よいしょ。どこに行った？苔を食べてくれ。奥か。2匹いる。ここか。まだ見た感じ本調子じゃない。お、早速食べてるかと思ったら、エビはね、水が嫌いだと泳ぎ出すんですよ。今んとこそこまで心配なさそう。お、食べてるかな。うん、ああ、隠れてるな。長いの食べてる。これは期待できるな。期待できます。果たして何日で食い尽くすのか。以上、苔に侵された水槽、エビが導入でした。ありがとうございました。Thank you.
よし、ここ。